こんにちは。皆さん、一周です。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震速報ですね。なんとですね、皆さん、国内で震度7全長の可能性があるという、とんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では、地震の最新情報をお届けするとともに、全長が出たのは一体どこなのかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで皆様、今日もよろしくお願いいたします。速報、震度7全長、出ましたということでね、 三つのテーマをご用意いたしました。まず一つ目、地震の最新情報。震度なの全長が出た場所。なぜ大地震につながるかということでお話しさせていただきます。それでは今日も元気にやって参りましょう。まずは地震の最新情報をお届けいたします。活発な地震が続いております。事件が起こりましたのは西之島から北に1050キロほど行ったところであります。 愛媛県文庫水道です。4月17日に震度6弱地震が発生した場所でありますが、新たな地震が発生しております。こちらが今回の地震5月9日20時59分頃に文庫水道近くかさ 40km マグニチュード3.2最大震度1の地震が発生しております。最大震度1と言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポンズの液体が揺れないぐらいの揺れだったということですね。 今回の地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生いたしました。スラブ内地震であるというふうに考えられます。こちらが最新の文語水道の地震活動の様子です。ブワッとね、この文語水道、活発な地震が続いているということで、今後もお気をつけいただきたいと思います。 続きまして、関東で新たな地震が起こりました。事件が起こったのは茨城県ですね。3月21日に茨城南部で震度5弱の地震が発生いたしましたが、そんな茨城でこの度新たな地震が発生いたしました。こちらが今回の地震5月10日9時33分頃に茨城県南部地下深さ5 0トルマグニチュード3.0。 最大震度1の地震が発生しております。最大震度1と言いますと、ポンズが液売れしないぐらいの湯だったということですね。茨城の地下は地下にフィリピン海プレート、海底山脈、太平洋プレートなどがありますが、 今回の地震はおそらく海底山脈付近で発生した地震であるというふうに考えられます。地震が起こりました茨城県南部ですが、最大級の地震1895年にマグニチュード7.2、1921年にもマグニチュード7.0の大地震が発生いたしました。マグニチュード7大地震が発生する地域ですね。 ところが、この茨城南部、100年以上マグニチュード7大震が0回ということで、そろそろ大震が危ない時期になってきておりますので、お気をつけいただきたいと思います。続きまして、先ほどマグニチュード5.8の地震が発生いたしました。事件が起こったのは台湾です。4月3日にマグニチュード7.7大震が発生した場所でありますが、先ほど地震が起こっております。こちらが先ほど起きた地震、5月10日、台湾で地下深さ 10km 1.8km 5.8マグニチュード最大震度4の地震震が発生いたたししました最大震度4ってどれぐらいなのかと言いますと、ほとんどの人が驚きます。伝統などが大きく揺れ、ポンズが倒れることなる恐ろしい地震が発生してしまったということになりました。今回の台湾の地震ですが、ユーラシアプレート内部で発生いたしました。 内陸型地震であるというふうにね、考えられますね。で、こちらが最近の台湾の地震活動ですね。ギゃーっとですね、おびただしい数の地震が発生しておりまして、台湾ですね、地震が全く収まっていない状況です。この後、さらに大きな地震につながる可能性もあります。 もしここで大きな地震が発生してしまった場合、日本に津波がやってくる可能性もありますので、この地震ですね、気をつける必要があるということです。さて皆さん、最近国内で起こった地震、簡単にまとめますと、文後水道震度1、能登半島震度1、茨城震度1、そして台湾で震度4だったということで、今日も日本周辺、元気に地震が発生しております。今後も要注意ということですね。続きまして、 震度7の全長が出た場所ということで見ていきたいというふうに思います。今回、震度7の全長が出たという考えられる場所は、西の島から北に1050キロほど行ったところにあります。四国ですね。はい。なんとですね、皆さん、この四国、新たな全長が出た可能性があるということです。どんな全長なのかと言いますとですね、それはズバリ、こちら。 4月16日のこの文語水道の地震ですね。この文語水道の震度6弱の地震が、震度7の地震の前兆になる可能性があるということであります。なぜそう言えるんでしょうかということなんですが、詳しく見てまいりましょう。ことの発端となりましたのは、昨日5月9日に気象庁から発表された南海トラフの報告書です。 この報告書からズバリ、大地震の前兆の疑いが浮上してしまったということなんですね。詳しく見てまいりましょう。はい。今回の南海トラフの報告書は大きく3つのポイントがあります。まず1つ目、最近南海トラフで発生した地震について、2つ目、南海トラフの地殻変動、そして3つ目、4月17日の文後水道の震度6弱地震に地殻変動があったということが判明したということです。 一つ見てまいりましょう。まずは、最近南海トラフで発生した地震でありますね。はい。南海トラフとは太平洋にある大きな溝であります。およそ100年に一度、ここで巨大地震がブワッと発生するわけですね。で、最近南海トラフ周期編で起こりました地震ですね。報告書に書かれておりました。南海トラフ周辺でですね、起きた大きめの地震といたしましては、 4月8日に大隅半島え、宮崎県ですね、震度5弱。そして4月17日に、えー、文後水道で震度6弱地震が発生したと。この2件の地震が最近、南海トラックで起こりました大きめの地震になりますね。 で、この二つの地震でございますけども、二つの地震はともに沈み込むフィリピン海プレート内部で発生いたしました。スラブ内地震であります。で、この二つの地震というのはスラブ内地震でございまして、南海トラフ巨大地震はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界になりますので、この二つの地震というのは基本的に南海トラフとは関係がないということですね。そして二つ目、南海トラフの地殻変動も判明したということです。 地殻変動とは何かと言いますと、地面が上昇したり沈んだりすることを言うわけですね。実はこの南海トラフというのは、スロースリップによる地殻変動が確認されているということです。スロースリップとは大陸プレートがですね、じわ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 ギャーっとずれ動く現象のことを言うわけですね。このスロースリップが実は南海トラフでも観測されているんですよということです。で、スロースリップの現象の重要なポイントとしてはですね、 スロースリップというのは巨大地震の前兆になる場合があるんですよということです。例えば2011年東日本大震災マグニチュード9.0ポンズが蒸発する震度な地震でしたが、この地震の1ヶ月ほど前からスロースリップが観測されていたわけですね。ということでスロースリップというのは巨大地震の前兆現象となる場合があると。 で、最近の南海トラフの最新のね、スロースリップが今回報告されたということです。今最近ですね、どこでスロースリップが観測されているのかといいますと、例えば四国東部3月23日から25日にかけて、そして文後水道周辺4月12日から17日にかけて、四国の中部2019年から現在も継続中です。そして東海地方の三河湾ですね。 この辺りは2022年からこのスロースリップが現在も継続している状態ということですね。特にこの四国ですね。たくさんのスロースリップが現段階で観測されているよということがわかりますね。で、ここでですね、皆さん、この注目のポイントがあります。それは何かというとですね、こちら。 文後水道周辺で4月17日、12日からですね、失礼しました。4月12日から6ヶ月ぶりのスロースリップが発生しておったわけです。で、このスロースリップの後ですね、5日後発生したのが4月17日の文後水道の震度6弱だったということです。で、大変興味深いことにですね、この四国文後水道のスロースリップ、震度6弱の地震後に停止しております。 はい。ということで、もしかしたらね、今回のこの四国文語水道のスロースリップというのは、文語水道震度6弱のですね、 前兆だった可能性があったのではないかということですね。これ関連性についてはわかりませんけども、まあそういった考察もできるんじゃないかということです。一方で要注意点があります。それは何かというとですね、文語水道震度6弱の地震というのは、フィリピン海プレート内部で発生したスラブ内地震です。一方でスロースリップというのはユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界で起こりますんで、 この二つの現象ですね。地震とスロースリップ。起きている場所が異なるということで、こちらをね、ちょっと注意しないといけないよということです。で、奥さん、こっからがね、 重要だということなんですね。はい、それは何かというと、南海トラフの報告書、その3、文語水道の震度6弱地震の地殻変動が報告されたということになります。詳しく見ていきましょう。4月17日の地震によって、実は地殻変動が確認されていたということです。 はい。このね、4月17日、文後水道で地震が起こりましたけども、この地震の影響によってですね、四国の西部にかけて、およそ0.3センチの地殻変動が確認されたということが判明いたしました。そしてですね、皆さん、なんと、この地殻変動が、震度なにつながる可能性があるのではないかということです。続きまして、この大地震につながる理由ということで、見ていきたいというふうに思います。 まず結論から申し上げておきますと、大地震につながるかもしれない理由といたしましては、地震によって地下水が動いた可能性があるからです。詳しく見てまいりましょう。この大地震が発生すると、地下水が動くことがあります。そしてその後ですね、次の大地震が発生する。そんなケースが過去にあったわけですね。 例えば過去の事例見ていただきましょう。茨城北部のですね、群馬地震こちら見ております。ギュヤーっとですね、発生しておりまして、現在もね、続いている群馬地震なんですが、実はこの茨城北部の群馬地震、大きな地震が発生したこともありました。 それが2016年のマグニチュード6.3、震度6弱の地震だったわけですね。で、この茨城北部の地震というのはですね、地下水が原因で発生した大地震だったということです。どのように地震が発生したのかを見ていきましょう。まずは、もともと茨城北部に地面の割れ目、断層があったわけですね。 そんな中、東日本大震災が2011年にブワッと発生いたします。この東日本大震災の影響によって、地下深いところから地下水がギャーッと上がっていったわけですね。この上がっていた地下水が断層を刺激してしまいました。結果、茨城北部では群馬地震がブワッと発生し、さらに加えて震度6弱の地震がギャーンと発生したということですね。 ということで、このようにね、大地震によって地下水が上がってきて、大地震につながったというケースがあるわけですね。そして今回の四国の場合はどうかと言いますと、今回の地震により、この文後水道で震度6弱の地震が発生いたしましたが、この震度6弱の地震の影響によって、四国の西部にかけて0.3センチの地殻変動が見られたということなんですけども、 この地震後にですね、なんでこれ、地殻変動が見られたかというのがポイントになります。どうして地殻変動が見られたのかと言いますと、それはズバリ、地震後に地下水の動きが変化した可能性があるということをですね、これ国が え、考察しているということですね。はい。まあ、あ要はですね、この地震によって、四国で地下水が動いた可能性があるんだということになります。で、こっからはですね、個人的な見解になります。今回の四国の地震によって、地下水の動きが変化したということなんですけども、まあ、これ可能性ですけどもね。 で、この地下水の動きが変化したということは、地下水が別の場所に動いた可能性があるのではないかということです。そしてその地下水の動いた先が断層だったらどうなるでしょうかということですね。はい。ということで、これどういう意味かと言いますと、文後水道で震度6弱地震が発生いたしました。この地震の影響によって地下水がギャーッと動いていったわけですね。で、もしですね、この地下水動いた先が、 断層だったらどうなるでしょうかということです。もちろんこれは茨城のようにですね、地下水が断層を刺激します。その結果ですね、将来この四国でブワッと大地震発生してしまう可能性があるのではないでしょうかということです。これはあのあくまでも個人的な見解なので、こうなるかどうかわかりませんけども、気をつけてくださいということですね。 ちなみに、この四国で危険な断層といえばですね、四国の中央部にあります。えー、この中央行動線ですね、非常に大きな断層があります。特に、この愛媛の区間ですね、えー、確率が高い場所になっておりまして、30年以内に大地震の確率が12%ということで、非常に確率が高くなっております。明日大地震が起こってもおかしくない場所になりますんで、お気をつけいただきたいというふうに思います。もしここで大地震が起こりますと、ポンズが蒸発、震度などの恐れがありますので、 今後も要注意ということですね。で、今日一番言いたかったこと、それ何かと言いますと、 今回の文庫水道の地震ですね。4月16日の震度6弱地震が次の震度なー地震の前兆になる可能性があるということでお話し,しました。なぜそう言えるかというと、今回の文庫水道の地震によって四国の西部にかけて0.3センチの地殻変動が見られたということです。なぜ地殻変動が見られたのかというと、これは地震後に地下水の動きが変化した可能性があるからということを国が考察しております。 そして個人的な見解になりますが、この地下水の動きが変化したということで、もしかしたらその変化した場所ですね、地下水が動いた場所、断層の近くだったらどうなるでしょうかということです。これは動いた地下水が断層を刺激し、その後大地震が発展する、そういったことがあるんじゃないかということです。で、危険な断層といたしましては、この愛媛ですね、中央構造線があります。 この断層、明日大地震が起きてもおかしくありませんので、お気をつけいただきたいというふうに思いますということです。では今日の問題でございます。文後水道の地震後に発生した地殻変動の原因として考えられるものはどれでしょうか地下水、マグマ、鉱物、宇宙のパワーさってどれでしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい。以上が今日の放送内になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。5月11日のメンバー限定講義は、ピナツボさん巨大噴火と地球寒冷化ということでお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。<music> i mm, 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 mm. mm, 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 mm.